皆さん、地下絵嬢さんとか呼ばないでください。あの地下絵で大丈夫なんで。はい、今日はよろしくお願いします。1曲目は東京ブギウギ。流行ったね。ちょっとトラブル、ごめんなさい。あれ言ってないね。もう一度お願いします。ね、言ってないね。はい、行きます。いろいろやりたいと思います。はい、今日はちょっと一人でやります。普段はね、サポートメンバーもいて、ね、バンド体制が多いんですけど、ね、今日はちょっと一人でやってみます。はい、じゃあ早速私のオリジナル曲で歌います。ありがとうございます。という曲をやります、すいません、今日ちょっとね、CD を周りに焼いてきたんですけど、ちょっと なんか相性が合わなかったみたいで読み込んでくれなかったようなので、ね、ちょっと私の焼き方も良くなかったのかなと思うんですけど、ちょっと一個一個 iPhone からちょっと飛ばしてちょっとやろうかなと思ってるので、少しちょっとお時間かかっちゃうのかもしれないんですけど、すいません、ちょっと 手際が良くなくて。はい、じゃあサマーアドベンチャー聞いてください。
私は中途半端のところにいるよっていう曲なんですけど、ね、なんか、いつも勇気が出なくてずるい自分がここにいるって曲です、ね、ちょっと待ってくださいね。 Between 間、中途半端ってことですね。じゃあ Between 来てください。皆さんパンパンパパンってやってくださいね。一緒にやってください。パンパンパン、そうそう、上手ですね上手ですね。じゃあもういきなり本番いきますよ。
とうございます。ビツインでした。なんかあのビツインパンパンパパンじゃないところもなんかパンパンパパンやってくれた人いっぱいいたんだけど必要じゃないところもいっぱい叩いてくれてありがとうございます、ね、はい、あのとても賑やかなビツインになりましたありがとうございます、ね、そう、YouTube とかね、やってるんですけど、 YouTube もね、あの皆さんご存知の方ももちろんね、見てくださってる方もいらっしゃると思うんですけどね、本家の方とサックスメドレー専用チャンネルっていうのがちょっと最近ちょっと始めたものもあって、あの皆さん登録してくださいお願いします。地下エージャーって検索すると何かしら出てくると思います。そう、あのさっきもね、地下エージャーって書いて地下エって読むって言ったんですけど、そう、地下エだけで検索すると明太子ばっか出てきちゃうのよ。博多のね、地下エの明太子ね、そう、すごいね、とても美味しいと思うんですけど、地下エジョー、カタカナで地下エで、あとはね、女編のジョーで検索すると出てきます。はい、あとね、今日名刺持ってるんで、QR コード裏にあるんで、いろいろね、ホームページもそうだし、各 SNS もQR 載ってるのでね、皆さんもしよろしければ名刺持ってってください、ね、あと私のアルバム国曲入りのやつもね、今日持ってきてるので、ちょっと数枚しかないんですけど、でもし興味あれば後でお声掛けくださいね、購入してください、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと次はまたちょっとね、サックスでちょっとカバーをしようかなと思いますね。超有名な曲ね、はい、今のビトゥインもとっても有名な曲ですよ、ね、ありがとうございますとても有名な曲だから、ね、ありがとうございます。じゃあ待ってくださいね、松田聖子さんの赤いスイートピーをやりたいと思います、ね、ちょっと大御所さんの、ね、曲を、ね、演奏するときはやっぱ緊張感がやっぱあるんですけど ね、はい、じゃあ聴いてください、赤いスイートピー。ちょっと待って、入ってないね、thank you.
で曲また有名な曲ですね。私のオリジナル曲やりたいと思います。ありがとうございます。賑やかですね。ありがとうございます。恋恋恋という曲をやろうと思うんですけど、恋恋恋って書いて、1個目の恋がカープの恋で漢字で一字で恋、2個目の恋がラブの恋で恋愛の恋恋、これで3個目の恋が、カモンの恋って書いて恋恋恋っていう曲なんですけど、太宰府天満宮で作った曲です。太宰府天満宮のね、恋を池の中の恋を見て可愛いなと思いながら作った曲です。ちょっと待ってね。すいません、ちょっと手際が悪くてトラブル、トラブル。ほいほい、それでは聞いてください。
ちっちゃい。サックスの音よりも声がでかい。どういうことだ。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。曲が一曲一個できそうですね。イエイエイエイ。一つ目のイエイがどういう感じだろう。二つ目のイエイはアルファベットから。三つ目がカタカナとかね。ありがとうございます。はい。ねえ、なんかもう、ね、昨日ね、戸塚密着型、ね、シンガーソングライターのでも、もう皆さんもすごくご存知かと思われますけど、ね、カオさんのこちらでライブをされてたので、私もちょっとロボさんの方でセカンドステージちょっとやらさせていただいて、その後カオさんのところにこちらちょっと来たんですけど、ね、やっぱすごい満席で立ち見とかだったから、やっぱさすがすごいなと思って、すごいやっぱね、ライブも楽しかったし来てよかったなと思うんですけど、なんかそれ見ちゃったら今日ちょっと怖くなっちゃって、私これ大丈夫かなと思ってそう、ね、ありがとうございます。本当昨日ちょっとヒヤッとしたんですよね。なんかありがとうございます。なんかいいね。お客さんね、いっぱい来てくださって、本当、ね、自分がびっくりちょっとしてるんですけど、本当ありがとうございますね、今日皆さんね、来てくださって。もちろんね、この、ね、ベイブルースさんもね、このね、お店ももちろん、すごく雰囲気が良くてね、多分お客さんもね、いっぱいいらっしゃると思うんですけど、ね、もうなんか本当に、このベイブルースさんでまたライブができて、今日は、ね、本当に嬉しく思います。ね、本当ありがとうございます。戸塚ストリート、ミュージシャンに登録したのは私本当今年の4月とかで、すごい新人なんですよ。全然若くはないんですけど、超新人でまだまだ初心者なんですけどね、戸塚ミュージシャンね、そうだから、なんか、ね、まだ結構通りもあんま読めてないところもあるんですけどね、こうしてでもなんかね、温かくね、温かい人がたくさんいて、なんかやっぱ戸塚の街っていいなってね、ほんといつも思いますね。ありがとうございます、ね、はい、じゃあね、なんだかんだ言っても最後の曲なんですけどね、ありがとうございます。ありがとうございますね、もうその言葉だけでもいい、十分だ。ね、ほんとありがとうございます。ね、直近のライブはね、横浜ジャズプロムナードってね、毎年やってるあるんですけどね、 そちらも毎年参加させていただいてるんですけどね、12日に土曜日一番近いライブはそちらになりますね、キングスバーさんで、馬車道のね、キングスバーさんでやることになってますね。もし皆さんよろしければ、ね、お知らせください。ありがとうございます。イエー、ありがとうございます。ね、じゃあ、ちょっと待ってね、最後は私のオリジナル曲で「ピュア」という曲をやりたいと思います。これも皆さんにちょっとやっていただきたい仕草がありまして、ピュアピュアと一緒にやってください。皆さんもうね、お上手でありがとうございます。やってください、練習しますよってもう言う前からもうみんなやってくれてるからね。ありがとうございます、ね、じゃあもう本番ぶつけていきます。ありがとうございます。私の純粋な乙女心を歌った曲ピュア聴いてください。ごめんなさいね、オケを流すつもりが声に流しちゃった。
あのこれも私のアルバムに入ってますね。アルバムに入ってるのあれだね、かけちゃったのね。失礼しました、ね、はい、皆さんね、じゃあ気を取り直すとご質問お願いします。ありがとうございます。はい、いきますよ。
の後を追っかけて歌ってください、ね、スマイルスマイルスマイルという曲ですね。ちょっとこれちょっと待ってくださいね。曲の用意してますね。思わぬハプニングでちょっと待ってくださいちょっと待ってください。これは全部やらなきゃいけない超アナログなんですけどね、これもうね、本当紙にマジックで書いただけなんでスタート落ち着け。あ、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。今回ありがとうございます。スマイルスマイルスマイル、皆さんで一緒に歌いましょう。Don't cry.